蝶は音楽用語の一つ。メロディーや和音が中心音と関連付けられつつ構成されているとき、その音楽は調整があるという。伝統的な西洋音楽において調整のある音組織を蝶と呼ぶ。競技には伝統的な西洋音楽において全音階の音から構成される蝶々と単調の二つの蝶が知られ、それぞれ全音階のどの音とらの音が、 中心音であると呼ぶ。すなわち、超音階を用いる調が蝶調,調であり、単音階を用いる調が単調である。バロック以降の西洋音楽にあっては、調整を確立するために火星が重要な働きをする。西洋音楽においては、必ずしも調は一定ではなく、天調と呼ばれる手法によって、一時的に他の調に移行することがあるが、古いものにあっては調整を保持するため、 必ず曲頭の蝶と曲尾の蝶が同じであるか、同じ主音を持つ蝶蝶と単調の関係にある調べとなる。この調整が崩れるのは20世紀の最初頃である。西洋音楽で使われる蝶は次の24である。なお、長単とは長さや優劣を意味しているわけではない。日本では芸術音楽の分野では主にドイツ音名が使われ、八長蝶はシードアー。 破単調は、シーモルのように言い、長調の場合は大文字、単調の場合は小文字とするのが一般的である。ドイツ音名は、A 派は、シス、変異は、でのように音名の後に、イズ、S をつける、変異の場合は、あず。なお、ロが H で、変ロが B となり、この部分は、英語の音名とは異なるので、注意を要する。ポピュラー音楽の分野では、 英語の長名が使われ、それぞれ長長、短長の語の前に主音の音名を付して呼ぶ。下の表のうちはポピュラー音楽の場合の表記の仕方である。ありがとうございます。